加藤勝信です。渡嘉敷さんはご自身が落選中、薬局で働きながら県との構想を訴えられてこられました。まさに有言実行です。県とは予防医療をテーマにした世界初の町として大変注目されております。長い付き合いですが、どんな苦しい時も決して弱音を吐かず、前の人たちを明るくする才能に敬服している一人です。今後も喫緊の課題である新型コロナウイルス対策をはじめ、地元の皆さんの健康を守っていくためには渡嘉敷さんの経験と知識が不可欠です。